うもピュアキングです。疲れました。まあ、もやってないのに。いや、昨日までね、長崎県に旅行に行ってて、その次の日に撮ってるんだけど、疲れました。知らねえよ、お前の勝手な都合じゃねえか。ということで始めていきましょうかね。まず初めのコース、イネイクティブコラボシャープ69フィーチャリング X とおっさんということで、怠惰なコラボということですかね。まあこのシェイドキティさんも X とおっさんもトロール制作においてすごくクオリティの高いコースを作ってくれるんですけど、それよりも僕は気になってることがあるんですよ。最速を取ってる方見てもらっていいですか。ケン K2 ピオ好きって書いてるでしょ。あのピオっていうのは私ピオキングのことなんじゃないかなと。そうやって自己肯定感を高めていかなきゃやっていけないというのもあるんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.4%。 そして怠惰か怠惰か知んないですけどね、そういう風に作ってるんなら僕も怠惰に実況させてもらいますよ。私は魔女教滞在司教怠惰担当ペテルギースロマネコンティです。いいですね、脳が震える。このパンシャマは取れなかったですけど、まあ、次は大丈夫なんじゃないですか。私にあまり恥をかかさないでくださいね、パンシャマ。大打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 ですよ。パウニ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 。いいですね、脳が震える。さあどんどん進みましょうか。外枠ガリガリか。今さ必死でパフ持っていったんだけど、持っていっても意味ないんだろうなきっと。じゃあここで上を失敗、上を失敗して、ちょっと待て、やっちまったか。そうです、やってくれるね。今日は初っ端から初見殺しバリバリマックスか。ちょうどおじゃれや。あバラが初っ端多いって。もう少しゆっくり実況させて。昨日までハウステンボスでさ、ゆっくり花火見ながら花火って書いてたのに、帰ってきたらすぐこれだよ。じゃああのパン様、パン様、パン様、いやあのパン様はいらないかもしれない。さっきみたいに笑って言う可能性があるもんな。だからパンは持っていかないで、この先に進んでいこうか。ここはすぐ右を失敗。起きろー。いやね、今ハウステンボスに花火見に行ったって言ったと思うんだけど、僕ねその絵をツイッターに動画で上げてるんですよ。それで、ね、見た方は分かると思うんですけどね、もう爆発でしたね。もうハウステンボス雑談してる時に何か急に襲ってくるのやめろって。さっきまで何話してたか忘れちゃうじゃんか。それでコメントくれんだよ、その続きの話何ですかみたいな。僕も忘れちゃってるからさ、何話していけばいいか分かんないのよ。じゃあここで一応以上倒せませんね。次は何ですか。無機物です。もう雑談しない。せっかく仲良くさせてもらってる海外の方のコース、コースのことだけをしっかりと話しながら先を急ごうとするな、ピオキング。別にやられたっていいんだ。やられるっていうのは先に進めるための答えなのさ。おっぴょおっぴょ邪魔するな。ここでパウ投げます。でドスを倒して早く右下に進めっちゅうことみたいだね。ってことは右のブロックはここに隠しブロックがあるみたいだ。やっぱりおっぴょそんな罠に引っかからないと思ってた僕を殴ってください。あれ左だったっけ右だったっけ、ど忘れちゃった。最初左だったような気がする。だから右に置いておく。 OKOK。 そして次右だよね。もう行くんだよ、左もう行くんだよ。そしてジャンプして上に行く。でこの地下ブロックなーにをする。うん、たまにはいいね、ああいうシンプルな隠しブロックの仕掛けっていうのも。でもこの隠しブロックをつけすぎちゃうとプレイヤーのやる気を削ぐ形になるから、みんなつけすぎるのはほどほどにしようね。中間が見えたぞ。これは上から、うわどうしよう、下すぎ怪しくない。ちょっと一旦下行ってみようか。バカにするな。悔しい、今のめちゃめちゃ悔しい。絶対取れると思ったんだけどな、下からで。じゃあここはチタン登ります。であの中間取れた、下から。ここまでが絶叫テスト。そういう一マスしかないところは怪しいっていうことを大概覚えろ。もうないよな、これで中間。さあこのちくわブロックは降りてって石親父来るのかい。いや石親父じゃない、花親父、こっちに来るのかい。下に行きそうだな。であのパワーブロックを叩いたら絶対あのドアの前に何が来ると思うから。わあ、そういやさ聞いてみんな、明日さ歯医者があるんだけど、なんだってね。もう雑談してる時に来るなって、何話していいか忘れちゃうじゃん。で明日歯医者があるんだけど、もういいってお前ら。その歯医者初めて行った時にさ、カウンセリングみたいなのがあって、歯医者ってどんなイメージを持たれてますかみたいな、怖いとか痛いとか。で僕バカ正直に答えちゃってさ、ぼったくりです。
せて行っちゃったんだよな。これは恋の通りに行っていいわけがない。そうだろ。はいはいはい、もう分かってんのよ。何年もトロールコースやってるからさ。ここももう一回軽いじゃないの。急にオフが変わって落とすとかそういうことじゃないみたいだね。でその歯医者でぼったくりです。うわもういいや歯医者の話。ここに来て面白いバグを持ってくるね。こんなブロックを急に壊してくるとかさ。じゃあこのパウを持ってあのブラパを倒してみようか。そしてあの音符ブロック叩いていいのかな。一旦このアイテム叩いてみようか。コイン。じゃあ音符ブロック叩いた。それはずるいって。でさっきちょっと見えたんだけど、このパウなんかプーかなんか隠してなかった。あ、やっぱりいるよな。こんなんか隠せることができるんだね。でここは左はすり抜けるから注意。音符ブロックを叩いてオンオフを変わったけど、これはどうすればいいんだい。あ、わかった。このハテナブロック叩いたらいけんやったんばい。でも待て、タスのリメージを舐めるな。来た。このハテナブロックを残しておくことが大事みたいですね。で、オンオフを変える。で、バックを倒して左の土管の方に進めっちゅうことなんじゃない。最高じゃないか、マリー。土管に入れませんね。お前はなんだ、右と左どっち来る。右だ。みんな、一言だけ言わせてほしい。いやー、すっきりしましたね。たった一言なのに。僕は誰かにやられるたびに大声を出したりしてますけど、それはストレスを飛ばすための必然的な行為なのかもしれませんね。だからみんなも一回やってみて、緊張迷惑にならない程度にさ。マジですっきりするから。まあ環境的に叫んだりするのが無理っていう方も多いと思うんですよ。そういう方は楽しく相手の言葉を喋ってみたりとか、逆にカーボとかイケボで言ってみたり。例えば唇植物。キモいんだよ。中間ポイントはまだなのかい。僕は右のキャラの方まで飛んでってみるよ。そしてここでヒップドロップをすればダダダダダダダドキャー。キャラの甲羅のところまでひとっとび。そしてここで小さめにヒップドロップをしてみようか。これで大丈夫。でもさっさ行っちゃおう。で、あのつららはやめろやめろ、壊そうとするな。そのハテナブロックを君が壊そうとするなら僕が先に壊してみせるさ。あの右のブロックのとこ、この場所めちゃめちゃ匂うな。いきなり周知が襲ってくるとかそういうことなんじゃない。だからこの場所に隠れておこうか。左ってなんだ左って。だだ、わかるわけないよね。だだ、僕がここまで来るのにどれだけ苦労したかわかってんの。ねえみんな、みんなだったらこれはプレイヤーの考えを読み取るのがうまいですね。固定観念ですよ、固定観念。絶対ボム兵が来たらさ、右を壊しちゃう。アップだよ。そんなの引っかかるかよ。まあ、固定観念ですよ、右のブロックを壊さなきゃいけないっていうさ。ここは上叩いていいのかい。叩いて僕は何もしない。キノコ様。最近さ、誰かと話してたんだけど、家の近所に1個だけ何か好きなものができるとしたら何がいいっていう。まあ、その時に一番強いのってやっぱセブンだと思わない。まあ、今ね、近所にある人は別だよ。それがないものと考えてセブンはやっぱりめちゃめちゃ強いなって思うんですよ。まあ、その中で私、僕は山崎デイリストなかなかいないと思うんだよな。じゃあここですぐに記録を取っていく。いや、デイリー山崎をね、悪く言ってるわけじゃないのよ。セブンが強すぎだなって話で。じゃあここはコインね。で、ここは上のブロックを壊しておいて。え、この下なんか意味あんのかな。あ、わかった。下からリフトが出てきてスター状態じゃないといけませんよみたいな、この次。いや、絶対そうだと思うよ。だから早くリフトよ、出てきて。でもないかい。これ左にドントサックって書いてない。サックってどういう意味だったっけ。おばー、どうせみんなにはわからないんでしょうね。僕はどれだけ苦労してこのコースをやっているか。カットカットカットってしまくって15分とかそこら辺で収まってると思いますけど、実はめちゃめちゃやってるんだよ、僕はこのコースを。じゃあこのしゃがみ、じゃあもういいってそれ。やはりこれはユースケンだと思え。新しく壁ジャンプができるんだと思え。思い込まないとできるものはできなくなってくるぞ。さあここで壁ジャンプ、壁結構さ、うるせえんだよ俺は。どうしたどうした俺。なんか喉もおかしくなってきた。花火と一緒に打ち上げられたい気分ですよ、僕はもう。じゃあこれしゃがみジャンプでいけんのね。そしてこのドアに入っていく。もうそろそろ中間ポイント。あっ、よっしゃ。っていうかゴールもあんじゃん。でバネを持ってこいって書いてるな。だからこの土管の先にバネがなんかあるんじゃない、それを持ってこいみたいな。もう横バネばっかじゃねえか。横バネは持ってこれねえよ。じゃあこれを叩いてみる。ガヤー。やっ、
上の隠しブロックどういう意味があったんだろうな。ここ落ちたか出てくるじゃん。あの意味が全然わかんないんだけど、まあ、いや一旦右に進んでみようか。そしてこの近くの枠危ないね。このフロア取らそうだってさあはいかねえぜ。お前どっか突っ込んでろ。これでダブルハザーだっつってなんか少年だもう実況しない方がいいかもしんない。じゃあここでもう一回右に進みます。いやどんどん進、うわこれどうしよう、壊れて左に戻るとかそういうこともありえそうだもんな。まあ、いや一旦右進んでみようか。うわ今オン変わった。絶対さこれ左に戻らなくちゃいけないパターンなんじゃない。そしたらバネがあってゴールできますよみたいなあ、なるほどそういうことか。ここはドクロリフトがあるから何もしない。そしたら上の方まで連れてってくれる。で叩いていいのかどうなんだ。もうハテナは叩かないよ。このまま右に進もう。あのピンコインを取ってこの鍵は特に意味はない。僕が欲しいのは鍵じゃないバネなんだ。ノーリアクションでごめんやん。でもこれで右ダッシュすれば大丈夫なんじゃない。やべえよみんな本格的に喉がおかしくなってきた。でもこの先の土管にゴールがあるんだ。さあいけ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 。なら一旦土管の前で待ちます。これで魚を落とす。そろそろ終わりにしようや制作者。まだゴールないの。下飲んで帰るしさ、一旦下行ってみる。こっちは何やるのよ。下にドアがあったけど右にも行けそうなんだよな。こっちあ地下ブロック。うわあああなに。いや絶対死にたいけどこっち。あんなぶっ飛ばし方してくるなんて想像もできねえよ。あこれめんどくせえ。これさチーズもう喉がぶっ壊れてるんだって。みんなわかる、この今の僕のカスカスの声さ。そんな状態でこの新体験をしていくなんて、もうそういうのやいや。チビになったら簡単なんじゃないの。でここで当たってやられますみたいな。あーなるほど、こういう新体験で、ね、もっと難しいの持ってこ。まあ今のね左下のドアはダメっていうことは分かった。だからここに乗って上を進化しとけばいいんじゃない。そんですぐ右に行きますみたいな。もう何もするな。バレお前はいないぞ。メッテ君じゃないのよ探しているのは。ここでメッテを避けようか。メッテどこにいるんだ。メッテメッテ。だいたいあの四角の枠とハテナブロックは何なんだ。ここはピンポーン、メットのお届け物です。あのさあのさ、一旦メット避けようか。うん、そうした方がいいと思うよ。で、このハテナブロックを叩くとブラパイが出てきた。でもこのメット投げればパワーブロック発動すると思ったらこんなとこに出てきたんだね。いけおら。もう俺に盾つくんじゃねえぞメットが。さあこうオンオンして、待てもできないのかこの打鍵が。あ、わかった、この四角の枠は打鍵を避けるための四角の枠なんじゃない。だから音符を叩きます。でここに追っておい。お前リード長いって。バネの回収は後ででいいから一旦思いっきり左まで逃げてみようか。あ、これで完全回収できたね。うわキノコ様が出てきてるよ。絶対あのキノコ様いるだろう。まあ、このまま上に行っちゃおうか。あのハテナの上からどっちかな。あ、こっちだ。多分ここで壊してあの先にオンオフが変えれるっちゅう感じば。今日のトロールコース長くね。もうゴールでいいって。こんなに長いとね編集が怖いんですよ。どんだけ編集に時間がかかるだろうなみたいな。だから今日はカットのみの編集だけでお届けしたいと思いますよ。ここでオンオフ変える。でこれダメージ受けたらバーネンは落ちてるってことは分かってるんだ。さあこの土管に戻ればいいのかい。そうするといや左の土管、いや下行く。これどっちが正解なんだろうな。一旦下行ってみようか。こっちでなんかアイテムが取れた。でノアって書いてて、ノアってなんだろうな。いやこっちは間違いじゃないって、僕は信じてるぜ。この新体験が終わったらゴールっていうことはないかな。まあ、あのバネを持ってくることはできないけど、お前そんなキノコ、ワオンだって。別にねカエルを持ってきたからといって難しくしようだってそうはいかねえ。これ6つクソ6つ、こっからオッケーオッケー。でこの辺に確かバブルがあったよな。よっしゃー、新体験メッシュを舐めるだ。中間戻しじゃないだけまだ受かったね。じゃあここは越えていく。もう一回落とすところとかそんなあるんじゃない。何もないね。さあそろそろねゴールが近いと思うよ本当に。でこの上にいて、いや大丈夫か。大丈夫だね。おっちゃん。そう何回も俺を土管に戻そうなんてさあはいかねえぞ。でこの四角の枠は特に何もない。じゃあこっちに戻れっていう感じかな。あ、なんかそんなっぽいね。
で、罠という罠は特に何もないか。でも左の砲弾怪しくない？あれ急に落ちてくるとか。ホワイトケチャップ。さあどこでバブルを避ければいい？ここに隠しブロックはないのか？ないみたいだ。だから砲弾を出したんですぐ右へジャンプ。なんで今度はバブル出してこねえの？じゃあここは左に行って。うわ、なんか来そう。絶対来るんだよ今度。左に駆け抜けちゃうか。え、何もないの？なんで、わ、いや、これギリギリいけるんじゃない？うわ、邪魔くて。いや、これバネで、おい、バネ向こうやれって。もうちょっと向こうやってくれって。これさ、駆け抜けたらいけないかな。たぶん、危ないだろ。おい、これでゴール前絶対何個も罠あるんでしょ。もういいってそういうの。これ乗っていいの？乗ったらさ、上でポーンってガリガリの方やるとか、そんなんだと。アップじゃん、アップじゃん。やっぱそんなんだと余ったよ。アップじゃん。お前ももうすんだって。もう素直にゴールさせてくれって。いや、このブロック壊れるかもしれない。だからこの辺でジャーッ。いや、いや、うわおかごきって、もうそれだけは、それだけはやめて、誰か、いやー、僕はまだどうやってゴールすればいいか分かってないんだ。左を審判でいいのかい？左を審判してた、ちょ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 、なんかよく分かんないけどゴールできました。いや、これね、マジで鬼畜だったね。でも本当にすごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。めっちゃ久しぶりにマリオメーカー1だね。パタクリボー、タカがパタクリボーなんて余裕と思っただろ、恐怖って書いてるんだけど、これ教えてもらったコースなんだよね。で、どんなコースかって言ったら、羽が生えたクリボー、たった1匹しかいないんだけど、めちゃめちゃ強いらしいのよ、そのパタクリボーが。いや、めっちゃ面白そうだなと思って、それじゃあやっていこうか。まあ難易度的にはね、そんなに難しくないですよって来たんだけど、どんな感じでパタクリボー方が強いかだね。さあ始まった。え、なにこれ、え、バックじゃないの？え、これちょ、パタクリボー。ちょ、お前逃げ。面白いじゃねえか。このパタクリボー振るのがめちゃめちゃむずいと。いや、確かにむずいね。たった一匹このクリボーを倒すだけなのに。お前落ち着けって。いや、どっちに落ち着けって言ってるのかわかんねえけど、お前ら落ち着けって。いや、右に行こうか。右でジャンプして、くっ、くっ。何このゲーム。もう。いや、これね、僕攻略法思いつきましたよ。ここだったらマリオに感性の法則が働いてないから踏みやすいんじゃない？クリボーが下に来た時に一気に踏んじゃおうか。お前こっち来いよ。何右でうろうろしてんだよ。もう結局さ、こっちから踏みに行かなきゃいけないのかな。だからもう適当に、これか、これ、あスタートのクリボーの挙動を見ておこうか。スタートした瞬間左に行きます。だからスタートした瞬間左の方でジャンプすれば結構簡単に倒せちゃうんじゃないかなみたいな。よっしゃー。確かにめちゃめちゃ強かったね、このクリボー。すごい楽しいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。